今日はですね2019年10月17日水曜日、ただいま午前じゃない午後の12時半を回ったところでございます。ちょっと前にインスタグラムのストーリーで、皆さんから質問を募集しました。で、まあ、ストーリーの中で質問に対して答えるっていうので、そのストーリーが埋め尽くされていくのがどうしてもちょっと嫌いで嫌で、なので今回からその、まあ、インスタグラムのストーリーで集めた質問を、まあ、この YouTube のチャンネルにて皆さんの質問に対して答えていきたいと思います。で、今回は5つの質問をピックアップさせていただきました。皆さんからたくさんの質問をいただきました。全部でいくつくらいあったかな忘れちゃったんですけど、まあ、その中から5つ今回選ばせさせていただきました。また定期的にストーリー、インスタグラムのストーリーにて質問を募集したいと思います。ですが今回は5つ皆さんの質問に答えたいと思います。では1つ目、アメリカで日本人がサッカーをするということは永里選手にとってどんな意味を持ちますか、という質問をいただきました。はい、深いですね。もともと海外でのプレー経験っていうのがもう10年近くになりまして、一番意識してきたのは海外で日本人がサッカーをするっていうこと の意味っていうのはずっとこう、まあ、結構コンスタントに考えてきたことではありますし、自分の中では結構特別なこととして捉えて、まあ、いたんですけれども、海外で日本人である私がこうしてサッカーをしていることの意味というか、まあ、意義というか価値というか、うん、そのあたりを深く、まあ、考えざるを得ない立場に、まあ、必然的になったと言った方がいいのかもしれないんですけれども、まあ、海外で日本人としてプレーするっていうことは少なからず日本を、まあ、代表しているというつもりで、というか意識してプレーしなきゃいけないなっていうのは、まあ、感じていて、なぜかっていうと結局私に関わっているチームメイトだったり、その、まあ、全体で言ったら他のチームの人であったり、その、まあ、映像を見たりして試合を見たりしている人たちにとっての日本人イコール私、まあ、生きて外国の人がこう生きていて、その日本人と接する機会っていうのは、まあ、生きててそう多くはないと思うんですよ。なので、まあ、日本に自体行くこともあまりないだろうし、日本のことを知る機会であったり、まあ、日本人と接する機会っていうのはまずほぼほぼないと思うんですよね、普通に生きていれば。けどやっぱり外国で働く日本人の方だったり、こうして私みたいにスポーツ選手アスリートとして海外で、まあ、活躍している方も、まあ、たくさんいるので、まあ、そういった限られたコミュニティでしか多分日本人の人と接する機会っていうのは外国人の方にとっては、まあ、ないと思うので、まあ、日本人イコール私として見られているっていうのは結構意識しているつもりなんですけど、でも、まあ、まあ常に意識するのは難しいですし、なのでやっぱり人として、まあ、どうあるべきかっていうところにまずそこは、まあ、つながってくると思うし、日本人はやっぱり素敵な、まあ、人種ですごく思いやりがあったりとか、まあ、謙虚さがあったりだとか、人の気持ちに寄り添うことだったり、人の心をこう察する力であったり、心を読んで汲み取って行動に起こす力であったり、こうなんかそういう特別というか、なんか日本人がとりわけ強く持っているような、そういった
なんていうのかな、能力というか、なんかそういう日本文化、日本人としてのその、まあ、習慣であったり、いい習慣、もちろん悪い習慣もあると思うし、うん、なのでそういったいい習慣、いい習慣っていうのをチームメイトだったり、私に関わる、まあ、友達だったり、ファンの皆さんだったり、そういったところを、まあ、シェアしていきたいっていうのがありますし、もちろんそのベースには私 の, そのパーソナリティがあって、キャラクターがあって、まあ、それをベースに、まあ、そういったものが成り立ってるというか、私を形成してるんだよっていうのをそのままこう発信しているというか、まあ、サッカー選手である以上に私も人であるし、一人の女性であるし、一人の人であるし、まあ、サッカーの中で言ったらやっぱり自分より圧倒的に足の速い人たちだったり、フィジカル能力に勝るっていうか、まあ、パワースピードに勝る人たちが集まっている、まあ、リーグなので、まあ、そういった人たち相手にじゃあどうやって自分の良さを生かしてチームの良さを引き出すか、まあ、チームの結果をこう手繰り寄せるかっていうところになってくると思うんですけれども、あまりこう人種ってのは正直考えたくないところがあって、 100% 日本人、自分が日本人であるかって言ったら多分そうじゃないことも、うん、あるだろうし、まあ、そこは遺伝子検査をしないとわからないと思うんですけれども、一人の人として生きていく上でこうアメリカっていう地を私は選択していて、でそれは自分にとって心地よい場所でもあるし、自分のパフォーマンスをよりこう発揮できるような場所でもあるし、なんか自分自身が一番素でいられるというか、心をオープンにできるというか、何も飾らずにこう振る舞える、ピッチの上でもピッチの外でも、なんかそういうふうに自分をさせてくれる環境が、まあ、アメリカ、まあ、シカゴにはあって、その日本人としてっていう意味っていうのはあまりなくて、だ自分のライフスタイルにこう合っているかどうか、そうでないかっていう方が重要で、なので私にとってそのアメリカで日本人がサッカーするっていうことは、まあ国を代表している日本人として、まあ代表してここにいるっていうことを、日本人としての価値をやっぱり高めていかなきゃいけないっていうところも責任としては、まあ少し少なからず感じているところはあるし、だからこそやっぱりハイパフォーマンスを見せていかなきゃいけない、チームをできるだけやっぱ処理に導いていかなきゃいけない、まあ、外国人として来てるから、まあ、助っ人扱いになるわけだから結果を残さなきゃいけないっていうところは追求してやっていかなきゃいけないところじゃないかなっていうふうには思ってます。皆さんこの T シャツ気になってますよね、これアベンジャーズ T シャツ、アメリカに来てからですねアベンジャーズにハマりましてねT シャツまで買っちゃうっていうね、結構こうマニアックになってきてるんですけど、このアベンジャーズシリーズの、マーベルシリーズの、はい、映画がすごく好きで、今ハマってるのはエージェント・オブ・シールド、はい、エージェント・オブ・シールド、これネットフリックスでやってるんですけど、ようやくシーズン3まで見終わりました。これね長いんですよ、シーズン3なんでエピソード22まであってですね、22ですよ22、もうねこれはねなんていうんですかね、こう 見ていく、見進んでいくたびにですね、そのキャラクターのファンになったりとか、あこいつ嫌いだとか、そういうなんか個人的な感情がやっぱ溢れてくるんですね。でもいつの間にかやっぱりファンになってて、シーズン3を見終わったと同時にそれぞれ の俳優さんたちのインスタグラムをフォローしてしまいました、はい、そこまで興味なかったんですけど、もうシーズン3を見終わっても大ファンになってしまいましたね。一番好きなのはメイですね、メイ、もうメイ大好きです、もうメイさん大好きっていう感じです。これ分かる人に分かるかな。3つ目の質問に移っていきたいと思います。はい、では3つ目、
娘にサッカーをやらせたいのですが、きっかけは何でしたか。まあ、私がサッカーを始めたきっかけ、まあ、いろんなメディアで、まあ、語ってはいるんですけれども、まあ、ここでもうちゃんと、はい、お答えさせていただきたいと思います。まず、まあ、兄と妹が、まあ、私にいるんですけれども、まあ、2つ目の兄がサッカーを始めて、それを真似して1つ下の妹も、まあ、始めました。で、まあ、間にいる私の気持ちとしてですね、やっぱり始めたくないですよね、それね。まあ、兄弟の中で比較されるのがもう目に見えてますし、もうそういうのが、その幼ながらに嫌だっていうのがすごく強烈に私の記憶の中には残ってるんですね。そこにはもうノーチョイスです、ノーチョイス。選択肢はありませんでした。はい。なので、はい、まあ、6歳、まあ、小学校1年生の時にですね、はい、無理やり、まあ、多分無理やりだったと思うんですよ。あんま記憶がこう曖昧なので、正直本当のところは分からないですよ、分からないですけれども、まあ、両親が私にも、まあ、サッカーの才能がある、うん、と思ったらしいです、らしいです、はい、で、はい、男の子の少年団に入ってサッカーを始めることになりました。これもですね、やっぱり私の場合は多分特殊だと思うんですよね。自分のなんかこう意志というか、心の底から湧き出てくるこうサッカーがしたい、やりたいっていう気持ちでこうサッカーを始めた人じゃない例なんですね。なので、いつも子供たちの前とか親御さんたちにお話をするときにですね、まあ、こういった話をするのがとてもこう心が痛いというか、まあ、きっかけは本当にそんな感じだったので、覚えている限りだと、まあ、小学校低学年、まあ、高学年になるくらいまでは別にそんなに何ですかね、嫌いとかも思わなかったですし、それなりに多分自分で楽しみながらやっていたと思いますし、下手な自分が嫌だったっていうのは昔から多分あって、まあ、結構完璧主義者なところがあるんで、ミスするのも嫌だし、完璧にできないとすごい自己嫌悪に陥ったりとか、それを他人に指摘されたりするとすっごいへこむんですね。もうなんていうか、自分の不甲斐なさがこうなんていうんですか、心の腹の底からこう湧き上がってきて、うわーみたいな感じですよね。それが嫌で、結局なんかそのできないことがそのままできない状態のままになっているのが嫌だっていう、やっているのにもかかわらず、なんかそれが嫌で、できるようになるまでやってやるっていう気持ちは多分子供の頃からあったんだと思います。はい。なんかそれがとにかく嫌だったからサッカーをこうなんていうのかな、続けてこれたみたいなところはありますし、まあ、あんまり心の底からサッカーが好きだ、サッカーラブみたいな、そんな子供じゃなかったです。はい。まあ普通に考えてやらざるを得ない環境だったっていうのが、なんですかね、その自分にこう問いかける時間もなかったし、余裕もなかったし、なんで自分はサッカーをしているんだなんてね、考えもしないですよ、子供の頃に。でも大人になってからやっぱり考えるんですよ、なんで私はサッカーをしているんだろうって。はい。好きで始めたわけでもないのに、なんで続けてるんだろうって、自問自答がやっぱ始まるわけですよ。これが好きで始めた人じゃない人を悩ませる、なんか大きなこう障害というか、だって皆さん嫌なことをやってて、じゃあなんで嫌なのにやってるんだろうって普通思いますよね。けど嫌だけど、なんかこうやらなきゃいけない理由があって、何かとこう戦わなければならない理由があったりとかして、その先にあるこうなんて言うんでしょうね、自分だけじゃない誰かの何かを守らなきゃいけない時って、嫌でも戦わなきゃいけない時があるじゃないですか。なんかそういう状態がすっげー長く続いてたみたいな感じなんですよ。だって
そうですよね。子供の時に結局親の影響、まあ兄の影響、妹の影響で、まあ、サッカーをスタートさせないといけない状況に追い込まれてサッカーを始めました。じゃあ私が一人ドロップアウトしたら、じゃあ兄弟はどう見られる、両親はどう見られるみたいな、なんかそういうのも多分気にしてたし、あと自分がどう見られるっていうのも気にしてただろうし、なんかそういう誰かにどう見られるかっていうのすっごいやっぱ気にしてたんですよ、幼い頃。ここでやめたらすっげー恥ずかしいなとか、すっげー惨めだなとか、うん、嫌いだけどなんかその立てた目標は絶対達成しないと、うん、親に見放されるだろうなとか嫌われるだろうなとか、そういうのはすごい考えてました。まあ、だからと言ってはなんですけど、今こうして、まあ、プロサッカー選手として、まあ、運よくこうして海外で、まあ、できてるっていう部分も多分あるだろうし、でもなんかきっかけ、好きになるきっかけっていうのをなんかうまく作ってあげてほしいなっていうのは思いますね。で、好きじゃないことに対して時間をこう割くのもどうかな、もったいないですし、それはもう大人になってからすごい感じていることでもあるので、子供の時に自分の好きなことを見つけるってすっごい大変なことだと思うんですよね。私の場合はなんかもう結構無理やり強制的に親が与えてくれたっていうのもあったので、まあ徐々にですけど好きになっていきました、サッカーを。今はもうサッカー最高、サッカー愛してる、サッカーってすっげえ何ですかね、力を持ってるプラットフォームだなっていうのを感じてるんで、今こうしてサッカー選手として海外でプレーできていることっていうのはすっごく幸せに感じてますし、まあ、趣味でこう続けるのもありだと思うし、職業にしていく家庭を目指すっていうのもありだと思うし、なんかこのボールを蹴れるっていうだけで、まあ、友達もやっぱ作れたりするし、まあ、サッカーボール一つあればいろんな人とコミュニケーション取れるし、まあ、これはすごく音楽と、まあ、似たような感じなので、なんかこう好きになるきっかけ、興味を持つきっかけっていうのを与えるだけで、なんかあんま強制してほしくないなっていうのは思いますね。はい、では4つ目の質問に行きたいと思います。自分の限界を無意識のうちに決めてしまいます、どうやって限界を超えていますか、という質問でございます。はい、これはですねすっごくわかります。自分の限界を無意識のうちに決めてしまう、はい、それは私にももちろんあります。はい、気づいたら、あ、自分で限界決めてたなとか、そういったなんかできないことにぶつかる機会っていうのはやっぱり年齢重ねて経験重ねてやっぱ上達していくと、そういう機会っていうのはやっぱりどんどん減ってきます。なのでいかにしてこうできないことに会いに行くか、出会いに行くかっていうところが私のテーマでもあるんですけど、もちろん今こうしてアメリカでサッカーやっていても、あ、自分これができないな、これはまだまだこう上達させられるなっていう思うような場面にはやっぱり遭遇しますし、まあ、そういったなんかこう小さなことなんですけれども、なんかそういうところをじゃあ自分で気づけた時はいいんですけど、決めてるっていうことは結構なんか無難に行こうとしてるっていうことですよね。でもそのパターンっていう枠の中に収まるっていうこともまず、うん、最低条件必要なことだと思うんですよ。最低限これができますっていうそういう形をまずこうなんていうんですかね、作ってそれを示していく、うん、そのベースがないとその限界を超えてこうチャレンジしていく、できるようにしていくっていうのはすごく難しいと思うんですよ。そのベースがないと常にミスしてる人みたいになっちゃうじゃないですかなのである程度自信を持ってこれだけはできるっていうのは絶対に持ってなきゃいけない、うん、それがあるから新しいことだったり限界を超えたところにこうチャレンジしていけるというか、ミスを犯しにいける、うん、じゃなかった
ったら、まあ、人の信頼も失ったりするし、人の信頼も得られない。やっぱりサッカーやってるとボールをもうちょくちょく失う人ってやっぱ信頼度がやっぱ低くなりますよね。パス出してもすぐにボールを失うってなると、まあ、そこに結構人間性って現れて、まあ、チームメイトでも顕著に現れる人もいるんですよね。私がたまにこうチームメイトからのパスをもらってボールを失ったりとかすると、その選手が、まあ、じゃあ次の機会に、まあ、出せるっていうところでパス出してくれなかったりとか、なぜかってその出した選手のミスに見えちゃうから。でもそれって人間の心理だなっていうのはすごく思うので、だからこそミスは本当にできるだけ減らすっていうのはもう最低条件、最低条件というか、なんですかね、単純なミスというか、まあ、止める蹴る、サッカーで言ったら止める蹴るというか、まあ、どんな状態でもボールを止めて味方にパスを送るとか、ボールを失わないとか、まあ、それってな、逃げるプレーとはまた違って、守りに入るプレーとはまあ違ってですね、まあ、エリアによって、まあ、状況によって仕掛けてチャレンジ、リスクを犯して、まあ、五分五分のところで仕掛けに行ってもいい場面と、まあ、そうでない部分、 70%80% でプレーしなきゃいけない部分だとか、そういった判断の部分っていうのはゲームの状況によってそれを判断できる力っていうのももちろん養っていかなきゃいけないんですけれども、まあ、限界を超えていくには、まあ、結構精神面の部分ですよね。自分の中でじゃあここは自分でチャレンジしていこうっていう、そういう場面っていうんですか、そういうのを自分の中で設定するんです。ここはもう絶対に行く、ミスしても何にしてもいいからここは絶対に行くっていうのはすごい大事で、特にこれ試合でそれをやらないといけないんですね。で、練習中でこういくらやってもやっぱり本番とは明らかにメンタルの精神面の状態も違いますし、っていうのがあるので、本番でそれをやらないと絶対に超えていけないんですね。だからこそその本番でじゃあ自分がの想定を超えるようなプレーをこう出していくというか、チャレンジしていく、機会っていうのをもう持つ、自分の中で持つっていうのはすごい大事ですよね。それをなんていうんですか、そのプレーを選択したらもっとより良いプレーになるっていう、部分ですよね。なのでそれを、まあ、じゃあサッカーで言ったら90分の中でじゃあなんですか、まあ、1回2回3回、そういったシチュエーションになったら絶対にそれを発揮する、チャレンジするっていうのを自分の中で持っておくというか、それはすごい大事なことかな、限界を超えていくのには大事なことかなってのは思うし、なので、まあ、限界を超えるにはとにかく本番場数を踏む、これがすごく大事かなって思ってます。打席に立つじゃないですけど、野球で言ったら、まあ、その打席に立ったり場数を踏んだりとか、そういう誰かに見られる機会、本番っていうその舞台にどれだけ立って失敗できるか、まあ成功もそうですけど、まあ、それによって結構メンタリティ強くなっていくんで、はい、それを、まあ、どれだけ繰り返していけるかってところかなって個人的には思います。はい、ではですね、今回は、まあ、こんな感じで皆さんの質問にお答えさせていただきました。もしよかったらですね、YouTube チャンネルの方に登録していただいて、Instagram の方もフォローしていただけると嬉しいです。質問の募集をですね、Instagram のストーリーにてしたいと思っているので、ぜひどちらも登録フォローよろしくお願いいたします。ありがとうございました。